らみたいなゲーム屋さんとしてもですね、そこはまずいっていうところがありました。まあ商売のセンスがねえなこのおっちゃんと思って、僕がもし仮に声かけられたら反対してます。波動拳、皆さんこんにちは。日本現金する YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。今日サクッと話してサクッと終わります。今日はね、前澤友作さんが立ち上げて、サササッと、停止したアプリコアリーっていうですね、新ママ専門のマッチングアプリについて、お話ししてみたいと思います。今日の話が面白かったなとか、視点が面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録で高評価ボタンの方よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックもやってます。よかったらフォローしてってください。さっさっさっと。ですね、まあ、結果的に、前澤さん、すぐ、そのサービスを停止したので、大事になってないと思うんですが、かなりの、批判を浴びてました。前澤さん自身はですね、このアプリの制作において、新ママたちにかなりのインタビューをしたと思うんですね。で、それによって、こんなことをしっかり調べておいてほしいってことでですね、相当実は細かく、登録するのに時間がかかる、まあめちゃくちゃめんどくさいアプリを立ち上げてはったんですね。で、一応実はですね、僕も、コアリー立ち上がったよってことでですね、登録させていただきました。めんどくさい。そんなにっていうぐらい質問があってですね、それ答えていくだけでも超めんどくさいんですよ。で、超めんどくさい裏側に、落とし穴があったんだと僕は思ってますが、ちょっとね、マッチングアプリとしても、まあ、僕らみたいなゲーム屋さんとしてもですね、そこはまずいっていうところがありました。で、それはもうもちろん、前澤さん自身も納得されたので、すぐサービス停止されたんだと思うんですね。で、一般的にこの、なんですかね、炎上する、ネットで炎上っていうのが、悪い方に影響が出ることが多いと思うんですけど、今回はね、良かったなと思うんですよ。大きな事故が起こる前に。で、皆さんがまあいろんなことを言われてるので、僕が今更とは思ってるんですが、僕がゲーム屋さんとしてですよ、伝えておきたいことっていうのは、まあ、こういう見方ってあるんじゃないの、まあ、ちょっと違う角度からお話してみたいかなと思ってます。使う側の男性の質が下がるっていうふうに、なんで想定できなかったのかなと思ってます。理由はですね、コアリーっていう名前もセンスもクソみたいに悪いんですけど、この新ママ、新ママでなければお付き合いできない、新ママと付き合いたいって思う男の質、めちゃくちゃ悪そうじゃないですかっていう。少なくともいい人もいるかもしれないけど、相当質が落ちるんじゃなかろうかと僕は思ってて、平均値ですよ。で、それをやる必要はないのと、新ママ専門のっていうのは、それ新ママの目線から言ってるわけですよ。ね。新ママ専門の、新ママ専用の、マッチングアプリがあったら私たち使い勝手がいいです。そうでしょうよ。いいですか。新ママと付き合いたい人を探すからいけないんですよ。一番最初。だから、その、新ママはそう言いましたよ。だけど、相手の気持ちになってください。新ママと付き合いたいんですよ。おかしくないですか。これがまあ皆さんが言ってる子供狙いなんじゃないのみたいな、娘狙いなんじゃないのっていう話に繋がっていくと思うんですけど、男の人はですね、どう考えてますよ。どう考えても、いろんな女の人の中から選んだ人が新ママであるべきなんですよ。たまたま。だけど、新ママから選ばせてくださいって言う、堂々と、あ、新ママがいいですっていう人、おかしいでしょ。どう考えてもおかしいですよ。なんで新ママ出なきゃいけないのかと、まあ、その、僕みたいに、その、まあ、僕、バツイチですけど、まあ、子供もいるんですけど、子供がいないとしてですよ、バツイチでとか、まあ、年いってて。でも、自分じゃ作れないかもしれないっていう人が、岡本家を継いでくれる子が欲しいから、子供がいる人がいいな。わかりますよ。でも、そんな、こんな確率よ。で、新ママってこんなおるんよ。こんなおって、僕みたいな条件こんなよ。で、それではバランスが悪いでしょっていう。で、それでも新ママに幸せになってもらいたいっていう気持ちはわかる。わかるんだけど、逆からの目線で全く見てない。つまり、その、アプリの運営をしたことがないんですねっていう。その、運営したことがないっていうのは、その前澤さんのことももちろん含んでますけど、新ママです。リサーチした新ママが、アプリの運営をしたことがないんですよ。マッチングアプリの運営もしたことがないし、ゲームの運営もしたことがないんですよ。そんな人の意見をいちいち聞いても仕方がない。そこじゃないんですよ。相手側の目線で常にどの目線から見ても不満がないとか、あらがないようにするのが、そのアプリの運営になるんですけど、SNS ってそういうもんなんですけど、それを全くできてない結果がこれです。
アドバイザーが悪かったっていうことになるんだと思うんですけど、実際にはどっかの会社に開発で出したんだと思うんですけど、それって企画するとかじゃなくて開発するっていう立場になると、そこにディレクターとかマーケティングを担当する人とかマーケティングリサーチする人とかっていう人が、圧倒的に不足してたんじゃなかろうかなと思ってます。僕らにね、声かけてくれたら多少なりともアドバイスぐらいしてあげられたのになと思ってるぐらいで、どうして気づかんのこれってみんなが思ったと思うんですけど、リサーチした相手がこういうのの専門じゃない人っていうのと、自分目線でしか話ができてない新ママが相手のことを細かく知りたいです、もうできるだけ詳しく知りたいです、なんていうから自分のところもできるだけ詳しく出しますみたいになって、娘がいます何歳ですみたいなことまで言わなきゃいけなくなって、そんなこと言ったらそれ狙い来るって心配されるに決まっとるんじゃないかと、事故が起こるに決まっとるんじゃないか、どっかで今起きてないですけど、でそんな心配 をされるほど、いきなりですよ、いきなりされるほどアラがいっぱいある、企画にアラがあるのに気づかない、つまり最初の立ち上げた段階のプランニングチームの中にプロが混ざってないってことになります。でそれがね、技術的にうまくいってますとかいってませんとかって話は僕はしてないんですよ。コンセプトのところにしっかりしたプランナー専門の人を入れとかと、こんなこと起こりますよと、でとはいえ僕がもし仮に声かけられたら反対してます。新ママだけに声かける人はやめましょうっつって、おかしいですよ。新ママでなければいけない理由はないんですから、まず普通に考えたら、いろんな女性がいる中で、その中から一番いい人を選ぶ、僕にとって一番いい人を選びました、新ママでした、関係ないじゃないですか、付き合ってくださいよって言えばいいだけの話ですよ。世の中たくさんいるんですか、女の人が何人いると思います。そうです35億っていうわけですよ。でその中で選んだのが新ママなんであればそれでいい、そうじゃないんだったらおかしくないですか、違う理由がありますよねってことになるんですよ。そこのところを、皆さんご理解いただけたらなと思ってますっていう、それを、やってしまったところに、商売のセンスがねえなこのおっちゃんと思って見てしまったっていうのが、僕の中では残念な感じになってます。 できれば、もう一回リスタートするかもしれません、せっかく作ったもんだからね、かもしれませんけど、まず一番目、コアリーっていう名前をやめてもらいたい。で、新ママの中に含まれてますならいいと思います、ですけど新ママ専門っていうのはやめた方がいいと思いますよっていうふうに、僕なら言いたいってことでですね、今日の動画はここまでになります。皆さんもね、いろんなご意見あると思うんですよ、特にそのアプリの運営に関しては賛否あると思うんです。事故が起きそうなことは最初からできるだけしないっていうのが業界の鉄則なのかなと思ってて、こんな話をしていました。よかったら皆さんのご意見も聞きたいと思いますんで、コメント、書いていただけると嬉しいですってことで、今日はここまでです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。